はい、ズキです。それでは本日はハンドヘルドゲーミング PC GPD Win 2でモンスターハンターワールドがプレイできるのかを検証してみたいと思います。まずは Steam をインストールしたいと思います。はい、 Steam のセットアップが完了しましたので、モンスターハンターワールドをインストールしていきたいと思います。はい、起動の準備完了まで2時間半というふうになっていますので、回線を変えてやってみたいと思いますが、どんどんね時間は減っていってますね。昨日までにゲーミングノート PC、 MSI のゲーミングノート PC の方でキャラメイクまで終わってます。キャラメイクとあと受付嬢とのランデブーまではね終わってますので、そこの続きからできるか検証してみたいと思います。それではインストールが完了しましたのでゲームプレイしてみたいと思います。まずオプションで、ディスプレイフルスクリーン、解像設定 1280×720、 フレームレート60。はい、これでいってみようかな。ゲームスタート。はい、エラーが出てしまったので設定を変えてみたいと思います。はい、モンスターハンターワールドのディスプレイの設定などをいろいろ変更して試してみたんですが、なかなかソフトが安定せず、フェイタルエラー、エラーコードなのかな、 ERR12 グラフィックデバイスクラッシュが表示されてしまい、その度にソフトが落ちてしまうので、一旦モンスターハンターワールドをアンインストールしてグラフィックドライバーを更新しました。こちらですね、GPD Win 2に使われているグラフィックデバイスはインテル製のものなので、見えますかね、はい、インテル HD グラフィックス615となっています。こちらのグラフィックスドライバーをインテルのサポートページからダウンロードして更新しました。そうこうしているうちに Windows の最近のアップデートもされ、再度モンスターハンターワールドをインストールしたところ安定して起動するようになりました。ではやってみたいと思います。はい、この時点でマウス操作モードだったものをゲームパッドモード、はい、こちらに変更しても問題なくゲームパッドとして操作することができるようになっています。オプションからディスプレイ設定を見ていくと、スクリーンモード設定、そして解像度設定は 1280×720、640×480、800×600、1280×600 が選択できます。ここでは 1280×720 のフレームレート30、フレームレートについては30、60、上限なし、こちらが選びますが、一番低い30でやってみたいと思います。そしてグラフィック設定は低い、中高最高とありますが、一番低い、最低設定でねやってみたいと思います。
それではゲームスタートです。拠点にいるところですね。マイハウスに入ってみたいと思います。はい、アイテムボックスの前でアイテムの入れ替え、リストから調合、アイテムの確認売却、装備変更、装備の確認売却、身だしなみを整えるという項目が選択できます。私はこれまでのモンスターハンターで体験を使ってきたので、今回も体験を装備しています。今回は鳴らしということでルームサービスから。トレーニングエリアでトレーニングしてみたいと思います。はい、トレーニングエリアでは体験の操作を練習することができます。では縦切り、切り上げ、ため切り、なぎ払い、RT でガード。はい、そしてデュアルショックっていうんですかね、この剣を振り下ろした時に、あるいはタメが入った時に、このコントローラーというかキーボードですね、 GPD Win 2自体がブルブルっと震えて、 PS のデュアルショック2と同じような振動が手に返ってきます。私自身ね、モンスターハンターをプレイするのが久々で、モンスターハンターワールドは初めてなんですけども、 MSI の普通のゲーミングノート PC でいろいろね、触った上で、いろいろプレイした上で、こちらの GPD Win 2でもね、改めてプレイしてみたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の上ご視聴ください。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心としたガジェットについて、少し真面目な現象からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時からは YouTube ライブ、ライブ配信もやっていますので、お時間が合う方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。